畑佐八郎、畑佐八郎、畑佐郎、二郎、1873年3月23日から1938年11月22日は、島根県美濃郡と持村、現、松田市出身の細菌学者。学位は、医学博士。当時難病であった梅毒の特効薬サルバルさん、ヒソカ合物、製剤606号を、ドイツのパウル・エールリヒ、1908年、 ノーベル生理学、医学賞受賞と共に開発し、多くの患者を救ったことで知られる。生前、1911年に、ノーベル科学賞と1912年1913年に、ノーベル生理学、医学賞の候補に上がっていたものの、受賞を一視している。島根県美濃郡と持村、現場田市に、豪農、山根道京都秀の十四人兄弟の八をとして、生まれる。 14歳の時に隕石である畑より養子に迎えられた。代々医師の家系であった畑には当時、一人娘しかいなかったために、兄弟の中で成績が優秀であった佐八郎に白羽の矢が立ったのである。その際、畑より、岡山で勉強ができると言われたのも少年であった佐八郎が養子に行く決心をした理由の一つであろう。佐八郎は、いたずら好きの少年であり、 すぐ上の兄で2歳年上の藤七とよく遊んだが、乱暴老関が過ぎると、空いている大きな酒造りの樽に放り込まれた。食事時になっても二人は、容易に樽の中から引き上げてもらえなかったという。母秀から、さあさん、ちょっと来てやんさいと土蔵に呼ばれ、悟された逸話は地元では有名。養子になった佐八郎は1891年私立、岡山薬学校、現。 関西高等学校を卒業後、第三高等中学校医学部、現、岡山大学医学部に入学する。高等中学校では大変優秀であり、他の学生や教師からも一目置かれる存在であった。1895年、明治28年、医学部卒業、8月、22歳で、旗徳太の長女千代と結婚した。同年、一年志願兵として、 東京この絵一連隊入隊。一年間の兵役を終えた後、1897年、明治30年岡山県病院助手になり、その後1898年伝染病研究所に入所した。岡山県病院では、井上善二郎から内医科学、荒木寅三郎からは医科学を学んだ記録が残っている。その頃佐八郎は、 東京で医学の勉強をするべく状況を考えていた。そして1898年、明治31年8月に、荒木虎三郎の推薦により、単身上京して大日本私立衛生会経営の伝染病研究所に入所。そこで、北里柴三郎に学ぶこととなった。翌年、研究所は、官立となり、同研究所の助手、臨時ペスト予防液製造事務取扱い。 および臨時検疫事務官を兼務する。この時から、旗のペスト研究が始まり、ヨーロッパ留学に旅立つ1907年、明治40年まで続いた。8年間にわたる研究の中、貿易の実務、1899年11月、日本最初のペストが発生に携わるとともに、ペストに関する十数編の論文を表し、柴山五郎作とともに、 ペスト予防法を策定している。後に、エールリッヒが、難題の梅毒科学療法の共同研究者として、シンを選んだのも、旗が長年にわたって危険極まりないペストの研究と、貿易に当たってきた実績を買ったからだった。エールリッヒは、注意深き聖地性格なる君の輝かしい、実験なくしては、この好結果をあげえなかったであろう。 君の協力に対して私は深く感謝するものであると、新人の謝意を表している。旗は1903年、明治36年には、国立結成役員部長を兼任しつつ、同研究所には10年間在籍していた。その間、1904年4月日露戦争で軍医として従軍し、南満州各地の野戦病院で伝染病患者の治療にあたる。 1905年二の島検疫所設置のため召喚され、検疫にあたる。大阪の陸軍予備病院で、伝染病室及び細菌検査室に勤務。同年10月除隊。11月に伝染病研究所技師に戻る。この間の働きが認められて1907年からドイツに留学することとなる。1907年、明治40年国立伝染病研究所。 第三部長となる。ドイツ留学、ベルリンのロベルトコフホ細菌研究所で、ワッセルマンの下、免疫の研究をして一年を過ごした。その後、モアビット史立病院に移って、ヤコビー博士の下で数ヶ月間研究す。ヤコビー博士もエールリッヒの弟子だったので、彼を通じてエールリッヒが所長を務めるフランクフルトの国立実験治療研究所へ移れるように頼んでもらった。 ヤコビー博士の二度の手紙では、かんばしい結果が得られなかったため、旗は自ら手紙を書き、ベルリンを出発。十日間ほど、南ドイツの大学を回った後、荷物を駅に預けたままで、フランクフルトの研究へ直行した。エールリヒのもとに案内されると、彼は次のように語ったという。あなたの研究室もあなたを助けてくれる助手もすで、用意してある。 今日から研究に取りかかるのだ。1909年6月、科学者、ベルトハイムが合成した、ヒ素製剤606号と名付けられた、資料、ヒ素化合物、ジオキンジアミドアルゼのベンゾールの効果と、急性毒性を、旗は、動物実験し、その優れた効果が確認された。エールリヒは6月10日にこの薬の製造特許を申請し、同日発行された。 1910年4月、第27回ドイツ内科学会で、エールリッヒは、新しいヒソ化合物、製剤606号の梅毒に対する化学療法の、総論を、旗は、動物実験を、シライバ岩及びほっぺは、梅毒患者への臨床治験の成績を共同して、発表した。1910年に、エールリッヒ、旗教調のドイツ語書、スピロヘーターの実験化学療法がベルリンで、 刊行された。1910年に、ドイツの製薬会社ヘキストは、この薬を、サルバル産、ラテン語でサルベルは、救うの意味と名付け、製造販売した。同年5月27日、旗は、ッホの臨住に立ち会い、その後日本に帰国した。当初、日本はこの薬をドイツから輸入していた。1938年、昭和13年7月、 脳難化症のため、慶応義塾大学病院入院、同病院で11月22日死去。医学にすべてを捧げた65年の人生に幕を閉じた。青山斎場にて、北里研究所僧。玉霊園にお墓がある。現在、畑佐八郎博士の業績を称え構成に長く、その名を伝えることを目的として、社団法人日本科学療法学会では、 新潟清志、畑佐八郎記念賞を設けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。